はい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回ですね、サバイバー側の方で遊んでいきましょう。マップはロトンと。そして、今回は、初心者におすすめするサバイバーということで、メグトーマスを使っていきたいと思います。なんか一番最初、自分がデッドバイデイライト始めた時に、見られたから話した。時に、クロちゃん使った方がいいって結構さ、言ってくれた人がいたんだけど、始めた時。今の環境的にあんまりそのセルフケアの時間が長いからあんま良くないのではないかと。しかもクロちゃんってあの疲労系パークがなくてキラーと結構距離を取りづらいキャラクターなので、個人的にはもうメグトマスでこのスプリントバースト加速で逃げて時間を稼ぐっていう方がいいのではないかという結論に至ってこのキャラクターをおすすめしますね。まあ、発動できるかどうか分かんないけど、アドレナリンで最悪、最後の最後に回復できる可能性があり、あとは共通パークで今つけてる血族で、味方が釣られた時に周りのサバイバーの状況を発火しやすい。誰が、救助に行ってる行ってないみたいな。やりやすいし、猫、今使った一番最初に、猫で、キラーがこっち見てるっていうのが分かるパーク。あるので、これで、キラーの策的にも使えると。こっちまっすぐ来てんな。そろそろこの辺のでフェイズウォークして、来るって感じなんだけど、これはでも回してみたいところ。OK。これで救助行こう。こっち来るかな。いや、あの人追うな。OK。まあ、今、血族であの人は救助行ってると分かってるんで、任せよう。あ、でも2人で行って回復しちゃうのもありだな。山岡凛は負傷を回復した方がいいんで、ちゃっちゃと体直しちゃおう。こういう判断しやすいよな。で、3人でそこ回そう。きっとここ3人で回せる系の発電機だと思うんで。で、有能もついてる。素晴らしい。まあ、一番最初やっぱこう、右下見るとか、まあ、こういう風に、誰が何してるっていうのを血族で見るっていうのも、ちょっと最初は見づらいかもしれないけど、まあ、徐々に見るようにしていくと、まあ、自分のチェイスが長くなったりとか、サバイバーが半分切る前に救助に行けたりとかするから、結構そういうのも意識していくと上達するかもしれない。近くに釣る疲労があと少しで回復するんで、ここをつけたら少し歩きましょうか。でクロちゃん一回釣られてるからちょっと怖いよな。であっち側走っていくのが見えたんで、こっち側に歩きます。一発殴られて追うか追わないか。ただこっち側にサバイバーがいるっていうのは山岡凛がもう多分分かってるんで、いやあの人救助行くな、なら反対側に行かない行って違う発電機を回そう。であっち1台ここ1台回してるから、ワンチャン発電機が固まる可能性があるんで、ここの発電機をスルーして、奥の発電機に行きましょうか。まあ、今トーテム、白トーテムが見えたけど、これはまあ壊しても壊さなくても、まあノーワンがあったら仕方ないなぐらいで、まあポイントになるから壊してもいいけどね。これはまあ人によるかな。絶対壊す人もいるし、ここら辺の発電結構回ってんな周り。ってことは一番最初に追われた人とかここら辺で一番最初回してて、チェイスしてあっち側行ったって感じなのか。そこも蹴る。山岡には多分あの1台の奥の1台は捨ててると思うんだよな。で救助がわりかし早いんで周りにいると。じゃあ救助行くか。自分も救助ポイント拾っていかないと。いやそれはね、持ってくるか。で山岡にね一発殴られると結構厳しいんだよな。あー無理だな。全命ついてたらもう逃げられない。鋼の石つけたとしても、これでやっぱデッドハードも出ないんだけどな、山岡に関しては。まあ、殴られないことが割と重要だと思う。いや、でもいい、これ。釣りが入れ替わったのが全然良くて、あの二人で回したらワンチャン回るんで、あ、ただそこ回しちゃまずいとこじゃないか、それ。なんか、あえて自分がスルーした発電機を回してそう。で、もし、まあ、回復するのもいいんだけど、ワンチャン残り2台とか1台だった場合は、あのゴリ押しで発電機を回すっていうのも一つの手だと思う。ありがたい。ただそこを回したんで発電機は多分こっち側サイドにしかないと思う。
中央にないよな多分そこに発電機あるってことは。ずさな肉屋っていうパークがあるので、回復は非常に遅い。だからお互いをこれをセルフケアした場合30秒ぐらいかかるのかな。でこれエースが多分チェイスで追われるんで、ただあの人は救助に行ってるけど発電機を回さないといけないんで、ここら辺だの。なので頑張ってここを回していきたいところ。今スプーは入っちゃったけど、どこ蹴るかな。あ、奥行ったな完全に。回復まで行きたいけどどうだ。猫が反応したら回復やめよう。回復いらない感じか。セルケアかなんか持ってんのかな。わりかし一番最初の救助結構早かったかもしれない。まあ、味方が近くにいたからなんて。で、マジでこっちの発電機回さないとやばいんだけど、どっか回してくれないか。もう一人のクロちゃん多分救助体制に入ってると思うんだよ。今救助された方かな。こっちは来ないし。で、ここ多分そこね、共通語や地下だから。で、こういう時に発電機が固まった時にチェイスはなるべく、なんて言うんだ、こっち側でチェイスする。で、なるべく走らないようにした方がいいかな。心音とか猫とか結構ね、走っちゃうと自分が先にキラーがこっち来てるって気づいても、その結局足跡で追われて殴られちゃうっていうことがあるんで、まあキラーによるなそれしか言えないな毎回。まあ、走ったり走らなかったりをしてうまいことキラーに殴られないことをした方がいいかな。はい、じゃあここの発電機回すか。多分そこ警戒してる。半分までは行ってないけど3、4割ぐらい回ってるんで。で、この右下が点灯してるので猫反応すると。でここも今走らなかったのでこちら見ていないと。ただあっちがもう多分固まってるのもサバイバーが分かってると思う。で、今チェイスしてますね、左下のオブセッション。この左下のこのカニさんマークみたいなのがオブセッションってやつですね。誘導の照明が発動してるんだけど、誰か近くにいんのか分かんねえな。ただこの間にちょっと怯えずに発電機回さないとやばいかな。いやーこれねー、殴られてもまあ仕方ないんだけど、板とか強いオブジェクトに行きたくなるんだけど、もう発電機がか、固まったっていう、こう完全に分かった瞬間なるべく遠くに離れてあげて、発電機を回す余裕を与えてあげると結構回しやすいかもしれない。で、あの奥のエースは自分が追われるとこの試合が終わってしまうっていうのが分かってるんで離れていくと。で、今しばらくフェーズウォークができないんで、山岡に使ったんで。で、この間に救助すると。で、なるべく自分が追われるようにしていきたいけど、どっち追ってくるか分からない。あっち追うな。ただストライク警戒すると思うんだよな、そこのクロちゃん。まあ、今に関しては正直山岡凛は救助狩りレイスとかと一緒で救助狩りに強いんで難しいかな。安全に救助っていうのは発電機が固まってる方向側に釣られたんでなかなか厳しいところ。あー、そういう感じで、今エースが追われてるのが分かったんで反対側のクロちゃんを起こしに行くっていう方がいいと思う。蹴られてるんで一回触って止めた後に回復を入れてあげて、で、これも後ろでチェイスしてるのが分かってるんで猫が反応するのをちゃんと見ると。で、クロちゃんね、回復求めてくるかもしれないけど、これは多分エースがチェイスしてる限りは発電機を回した方がいいと思うよ。で、こっち行ってあっち側が 2、3割回ってるから有能もあるんでご利用して発電機回していこう。で、エースが多分ね、あっち側に行ってくれたんだよ、うまいこと。ほら、あっちチェイスしてくれてるんで結構発電機は回ると。ただエースは次で終わりだよな。なるべくあっち行って発電機を回す。残り1台で、メグが一つアドレナリンをつけていいことがあって、ハッチを閉められた場合に最悪もう一度アドレナリンで起き上がれるね。このクロちゃんがアドレナリンだったらなおいい。で、クロちゃんここ回ってるの分かってるんで、なるべくチェイスは
できないかもしれないけど、離れてあげる意識でそこの発電機を回してもらおう。で、自分はアドレナリンなんで一発殴られて、もう殴られるに殴られないことに越したことはないんだけど、これ厳しい。当たったりするかな。で、これでつけてくれたらアドレナリンが発動する。やめて、起こしてくれないか。今わりかし沼みたいにしてる。あー、で、これで起きると。いたねえかな。あ、いたねえな。これもう終わりっすね。どっちにしろ終わり。ただこれでも時間稼ぎになってるから、これで。でもちょっと追ってフェーズウォークが今できないんで、多分開けて出られると思う。で、あのクロちゃんは正直こういう自分状況になった時に、自分がクロちゃんだった場合は絶対逃げた方がいい。基本的にこの2人状態で、まあ、救助に来たら逆にダメなんで、しかも負傷してるし、でも絶対、あ、これでいいですね。これで判断的には間違いない。なので頑張ってハッチを探しましょう。で、こういう状況になった時に自分がアドレナリン持ってたら、ハッチが閉められた瞬間にアドレナリンが発動して、そのまま起き上がれると。でも声で聞かれるかな。そうね、はい、初釣りですけど、まあなかなか立ち回り的にはそんなに悪くなかったと思う。チェイスクソ下手くそだったけどね。やっぱ無条件で3秒間ぐらいキラーと距離を離せて殴られるのが遅くなるっていうのは、やっぱレグの強いところなんで、全力疾走なので。パークが揃ってないうちは多分メグトーマスを育てていくだけで結構、なんていうの、キラーは負けないかもしれないけど、時間を稼ぐっていう点ではいいかもしれない。な、解説と言って解説と言った解説かどうか分かんないけど、まあ、そんな感じでやっていくといいかもしれません。めっちゃ強いし、アドン。なんだよこれ。